霞町セントラルは山形県山形市にある官民複合型高層ビル。JR 山形駅西口に2001年1月1日にオープン。山形新都心開発株式会社が運営、管理を行っている。山形県や山形市の外郭団体等や民間企業が入居しており、イベントも盛んに行われている。現在、山形市内の建築物では最高の高さを誇り、ランドマークとなっている。山形駅西地区では、市の誘致企業である、鉄橋社が1928年に創業を始め、主に二酸化マンガンなどを製造していたが、増産を重ねることによって、設備の増強のほか用地も拡張し、駅に隣接する利点を生かし引き込み線も設け、最盛期の1960年前後には、1000人超の従業員を抱え県内で最大規模の雇用を創出していた。このほか一帯は国鉄の官舎、JR 社宅や機関区に加えて民家なども立地する雑然とした地域であった。しかし山形新幹線の開業や山形自動車道の延伸工事の進捗から広域交通条件が飛躍的に向上すると同時に山形駅周辺を利用する人も激増し、山形の顔としての機能拡大が求められていた。こうした状況を鑑み、1999年3月に山形市が策定した山形市中心市街地の整備改善及び商業等の活性化基本計画、町、にぎわい、元気プランにのっとり、山形駅周辺整備事業が計画され、その一環として、山形駅制度地区が整理事業が施行された。そして公共が地区のモデルとして先導的に整備を行い、大規模で調和の取れた民間開発を誘引することを目的に、西口新都心ビル、霞町セントラルは建設された。愛称は一般公募され、4716通の中から山形の歴史、風格を感じさせる霞城をつけた。作品15点が最優秀作品候補に選ばれ、それに、県都の中心になるという願いを込め、セントラルを付加し、霞町セントラルと命名された。本ビルの特徴として、ボイドコアシステムを採用し、ファントを使用することなく、ビル全体で自然換気を行うことが挙げられる。これによって、省エネルギーによる環境配慮やビル内の快適性向上ばかりでなく、ボイドコア内のスペースを配管空間としても利用することが可能となり、効率的な空調システムが整備された。また低層部屋上に屋上庭園を設け、ビル利用者に潤いと安らぎを与えると同時に、夏季は蒸散作用、冬季は断熱作用を利用できる構造とした。他に、県内初となる山形熱供給による地域冷暖房施設を備え、本ビルのみならず山形テルサにも熱供給を行っている。5層吹き抜けで約1000平方メートルの広さを持つアトリウムでは天候に左右されずに多目的に利用することが可能であり、多くのイベントが開催されている。また最上階24階にある展望ロビーは無料で開放され、市街地の一望も可能であるほか、屋上には地元テレビ局が定点カメラを設置している。オープン前、行政サイドには民間と行政が5対5に床面積を折半して入居するとの期待があり、民間診療所の入居話も出た。しかし実際には3対7の割合となり、県や山形市が運営するセンターや単位制高校などが入居する公共施設的色合いが強く出た形での開館となった。2019年4月、山形市が中核市に移行することに伴い、県が担っていた同市の保健所業務が移譲され、本ビル3から4階に山形市保健所が設置された。本ビルの整備手法には、県内初となる事業コンペティション方式が採用され、日建、大成グループの提案が採択された。その後事業主体となる山形新都心開発が設立され、1998年7月23日に建設に着手。21世紀初日の2001年1月1日にオープンした。当施設屋上には2002年6月28日に予備免許が交付され、同年10月18日に本免許が交付されたコミュニティ放送局山形シティ FM の送信所が設置されていた。しかし、同局は2016年7月21日に放送終了、同年7月22日廃局となった。西口再開発構想を受け、東総は1995年から段階的に操業を停止。1997年に山形市蔵王町が丘の蔵王産業団地に新工場を建設し移転。現在は東総スペシャリティマテリアルとして操業する。事業コンペティションとは、公共の提案するコンセプトを基本に民間から企画、設計、建設、管理運営までの開発計画を募集し、入選した民間事業者が建物を建設。公共側は完成した建物の公共施設部分を買い取り、民間事業者は民間施設部門を所有し、それぞれに管理運営を行っていく建物の整備手法。ありがとうございます。